イボンラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。1月22日土曜日の女優おねぎの映画の話をしましょうよのお時間です。本日はゲストにお越しいただいていますので、早速ご紹介いたします。先日05死者を迎えた映画いずれあなたが知る話の脚本家で主演の小原のり子さんです。よろしくお願いします。小原のり子です。お願いします。本日はですね、小原のり子さんが脚本を務められた作品、はい、いずれあなたが知る話についてたっぷりお話を伺って聞いていきたいと思っております。はい、お願いします。はい、小原さんのご紹介からまずさせていただきます。1988年生まれ、長野県出身、2006年映画デビュー。サチウス顔から幸せになれない役を数多く演じる。最近では自身で短編映画をプロデュースするなど活動の幅を広げている。そんなことないですよ、サチウス顔。本当ですか。いやでもそうなんですよ、幸せになれない役すごく多くて。あ、そうなの。そうなんです。それがなんかこの自分のその顔が違うそれだと気づいた時にちょっとでも嬉しくなりました。なんか好きよね。そうです、そうです。なんかこの仕事をしているから、役者をしているからこそ、このもしかしたら欠点だったかもしれなかったところを愛せるというか、なんかそれはすごくね、今はちょっと強みとして思っていってます。実際はちゃんと幸せに生きてるんでね。よかった。あの、まあ、顔ってあれじゃないですか、あの顔色がすごく白いのと肌がおきれいなんか細いからですよね、間違いない。あ、その体型はもしかしたらあるかもしれないですけど、あとはもうザ・アジア顔なので、あれそこですね、多分それもあるかもしれないですね。あと、はい、ちょっと昭和の香りがする。あ、そうです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 、ドレスより着物です。そうなんです。あの、全然幸薄そうな感じはないですが、映画作品で見ると幸薄顔に取られることもある小原のり子さんです。はい、よろしくお願いします。すいません、しつこくて。では本日、あの古澤武史監督のいずれあなたが知る話のあらすじから、じゃあ私が紹介させていただきますね。ありがとうございます。はい。その日暮らしでニートのような生活を送っている伊佐尾。好きで始めたはずのカメラも中途半端なまま冴えない日々を過ごしていた彼は、ある日隣人の存在を意識し始める。シングルマザー安子。安子の存在は伊佐尾の中で日に日に大きくなっていく。貧しい生活の中で娘の綾を育てる安子。そんな安子にも人には言えない秘密があった。安子の存在を追い詰める伊佐尾。伊佐尾に人生を侵食し始められる安子。交わることのなかった二人が絡んでいくことで、平穏だったはずの日々は少しずつ形を変えて歪んでいく。あー、こちらの作品、はい、今現在クラウドファンディング真っ最中なんですよね。はい、そうですね、1月28日までクラウドファンディングを、モーションギャラリーの方で行っています。はい。で、私が安子役をやらせていただきまして、小野さんは伊佐尾の母を。そうなんです。来ましたね。はい。で、ね、私がお声掛けを私がお声掛けをさせていただいたんですよね。そうなんですよ、はい、それがきっかけで、こんな風にラジオにも来ていただけることになって、すごい、はい、いや、私も嬉しいです。昨年2021年の初めに小野さんと初めてお会いしてるんですよ、私。そうです、蔡監督の作品で、この前も、はい、前でしたっけ、年末じゃなくて、あれ年末でしたっけ、年末と新年両方じゃないですか。あ、そうかもしれない。2020年の末か、21年の年明け、はい、そうです、そうです、年明けから撮影でした。そう、それで寒いんですよ、めちゃくちゃ寒かったです、ね、そう年の、その時は、はい、
私のお母さんの役だった。そうなんです。そう、なんかその時の小野さんがお芝居ももちろんすごい素敵なんですけど、現場ですごい素敵で、なんかそれを本当にラジオ今聞いてくださってる方見てほしいぐらい、もうなんか小野さんが来るとホワーンっていう優しい空気に包まれるみたいな、なんかこの方が現場にいてほしい、一現場一重さんみたいな。すごい嬉しいです、ありがとうございます。伊佐尾、私が今回脚本初めて書かせていただいたんですけど、やっぱ伊佐尾にとってお母さんってすごくなんかトラウマにはなるけど、嫌なトラウマであってほしくないというか、この優しさと愛情が歪んでいくような、この表面的にはちゃんと優しく見えてほしいというか、なんかそれはすごく思ったので、小野さん声をかけさせていただきました。すごい嬉しいです。なんかあれですね、やっぱり脚本家の方とお話しする機会があると、やっぱり なんだろう、その作品に対する私がなんか届いていないところを教えられるなって今改めて思いました、撮影後なのに、うん、いやでもすごい、このそのゼロホスチャー本当に数日前にあったんですけど、もうすごいそれはしっかり出てました。やっぱりこのすごいですね、このなんて言うんだろう、この一言じゃ言い表せない、あーなんかこの人に一番やっぱり伊佐尾は執着してるんだなっていうのをすごい感じましたね。いやーそれはすごい見たかった。そうですよね。でもまあこれからまた書房も、2月か3月ぐらいに、あとなんか、今ある状態のものからロゴとかは変わるみたいなんですよ、リテラーの高橋の話で、はい、そこを変えて、まあ、完成して書房をやるときにはもちろんキャストももちろんなんですけど、クラファンのご支援してくださった方とかもお呼びして、はい、あ一緒に楽しむのもいいですね。いいですよね。そうですね。どうでした、初めて自分のその脚本がやっぱり監督の手によって変わってきたわけじゃないですか、はい、なんかそれを試写室で見るっていうのは、そうですね、なんか脚本を書いている時はすごくなんだろう、自分がゼロから生み出したような気持ちになってたんですけど、でもそうではなくて、キャストともちろんスタッフの皆さんと、そして最後監督によって、なんかやっと人間が生まれたっていう感じがします。人間としてみんなが生きてるっていうのが、なんか私が脚本で書いてた時よりもちゃんとこの奥深い人間になってるというか、人間臭さというか、そうですね、それはすごく見てて一番感じて嬉しかったところですね。で、あとはやっぱり私が初めての脚本挑戦だったので、なんかその映画というものをこう最後仕上がったものを通して古澤監督に教えていただいた感じがすごいしました。なんかやっぱなんて言うんだろう、書いてる時そのまあちょっとあらすじだけ聞くと一見暗いような話に取れるじゃないですか。でもそれをただ暗くじゃなくて、ちゃんとその人間の滑稽な面白い部分とか、そういうのがちゃんと出てほしいと思って書いてたのを、そのままもう古澤監督が何倍にもそれ面白くしてくださってて、はあ、こうやって作るんだってすごい勉強。あーすごい面白いですね、やっぱり、うん、面白い、お話を聞いてるだけでもすごい面白いです。最初は女優さんとして出会って、はい、その後あの顔合わせで脚本家の一面をやっぱり垣間見たところがあって、でもやっぱ私が知っているのは、はい、あの女優さんとしてが一番大きかったから、なんか、はい、お話を聞いてるとそのいろんな面がわーって表に出てきて、小原さん自身の、はい、そのものすごいボリュームのある人間味が
あの映画の中に閉じ込められてるんだろうなって思うと、もう早く開きたくてしょうがないです。わすごい素敵な言葉をありがとうございます。でもなんかやっぱ今小野さんと話しててもすごく感じたし、あとそのゼロ号でその他のキャストのこれその当日来れたキャストの方からの言葉も聞いて感じたのは、やっぱりこの人を大切にする人が集まってできた作品だなっていうのはすごく思いました。監督も含めてなんですけど、やっぱり映画って人じゃないですか、どうしたって人が集まって作ってそれを人に届けるわけだし、なんかそういう上でなんかちゃんとその役とかだけじゃなくその人の人間自体をちゃんと見て接せれる人が集まってできたのがすごい嬉しいなと思います。だからこそなんですね。だからこそクラウドファンディングってやっぱり一番いい形だったんですね。クラウドファンディングじゃないですか、その映画に対するみんなの情熱が集まって映画が作られる上で、そこにファンディングをしてくださる人々のまた力添えがあって完成する、すごい理想的な形だったんですね、きっとこの映画にとって。そうですね、やっぱりなんかそのクラウドファンディングってこういっぱいやってると私もこのお願いするのが心苦しくなっちゃう時もあるんですけど、でもやっぱりこの支えたいって思ってくださるその気持ちを持ってくださる人と一緒に作れるってクラウドファンディングでしかありえないから、やっぱりそうですね、小野さんもおっしゃってくださった通りすごいいい形なんだなって思います。はい、あの今も現在もクラウドファンディング28日まで真っ最中で、最後のラストスパートですもんね、あと1週間。はいはい、ぜひこのラジオを聞いていただいている方に詳細を見ていただきたいんですが、この間大山さんにお伺いした時、はい、一番旬な、詳細が集まるのがツイッターで検索をいただいて、はい、タグいずれあなたが知る話で見ていただくのが一番早い。そうですね、はい、一番早いですということなので、ぜひその情報を見ていただいて、シェアしていただくだけでも力になると思うので、はい、いただいておいたよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。でまた小原さんと大山さんにはぜひクラウドファンディング終わっても公開までまたラジオに遊びに来ていただいて、ぜひ、映画のお話をしていただきたいなと思っているので、はい、形をよろしくお願いします。お願いいたします。こちらこそ、はい、またその書房とかをその小野さんに見ていただいた後の感想とかも聞きたいです。大丈夫かな、なんかろくなこと言わねえなこいつって思われてる。いやそんなことないです。でとかわーとかしか出てこないかもしれない。いいんですよ、それがいい、ファッションがいいんですよ。その時もぜひ遊びに来てください。はい、よろしくお願いします、はい、遊びに来ます、用意できたらお二人に来ていただきたいと思っているのでお願いします、はい、楽しみにしてます。では贅沢な時間をありがとうございました。ありがとうございました。本日は小原のり子さんと、間違ってないですよね、私の名前間違ってないですよ。小野ゆりでお送りしました。また来週映画の話をしましょうね。ありがとうございました。